ハリソントリデ方戦は、米英戦争初期の1812年9月4日から15日、現在のインディアナ州テレホート近くにあったハリソントリデで、少数のアメリカ軍が大勢のインディアン部族連合部隊に対してトリデを守り抜いた戦闘である。この戦争では、陸上での戦闘で初めてアメリカ軍が勝利したものになった。1811年、ウィリアム・ハリソン将軍が、 アメリカ軍を北に行軍させている途上で、テレホートの高台に宿営し、オバッシュ側を見下ろす砦を建設した。ハリソンはそれ以前から戦略的な場所に砦を建設することを提唱していた。ハリソン隊はその後の11月7日に、インディアンとの間にティッペカヌーの戦いを起こすことになった。この砦は、軍の補給線を守り、また、 インディアナ準州の州都で下流にあるヴィンセンズを守るものだった。その場所は現在のインディアナ州、ビンゴ郡にあり、テレホート市の北端、ウィー族インディアンの集落であるウィーオーテのからはわずか2マイルの位置にあった。その昔には、イリニウェク族インディアンの絡む戦闘が起きた場所と言われ、当初はイリノイの戦場跡と呼ばれていた。アメリカ軍のジョセフ・ハミルトン・デイビース少佐が、 ハリソン将軍にちなんで砦をハリソン砦と名付けることを提案した。砦出は1811年10月28日に完成し、それを囲む150フィートの防御策があった。ハリソンはジェームズ・ミラー大佐の指揮下に少数の守備兵を残し、ティッペカヌーの戦場まで部隊を率いていき、そこで小人族の予言視ンスクアタワの率いる部隊と対戦した。 ハリソン隊はトリデに戻り、ティッペカヌーの戦いで功績を挙げたジョサイア・スニリング、隊員にトリデの指揮を任せた。スネリングは1811年11月から1812年5月まで指揮官を務めた。その冬の間にニューマドリッド地震が起こった。スネリングは後にデトロイトトトリデに転籍された。米英戦争が始まった後、後に大統領となるザカリー・テイラー隊員が、 ハリソントリデ勤務を命ぜられ、ノックストリデを立ってハリソントリデの指揮に就いた。アメリカ軍は、この戦争の開戦初期に、イギリス軍、カナダ人、及びインディアンによって一連の敗北を起死した。イギリス側は、その勝利によって、他のインディアン部族の指揮を上げ、遠隔のアメリカ軍基地に対する作戦行動に、借り立てることになった。1812年9月3日、 マイアミ族の一隊がテイラー隊員のところに来て、間もなくインディアンの大部隊に攻撃されることになると警告した。その夜、銃声が聞こえたが、テイラーは石膏隊を送ることに躊躇していた。守備隊は50名しかおらず、病気になっている者もいて、実際に動ける者は15名しかいなかった。翌朝、派遣された部隊が白人開拓者である、 ドイル兄弟の二人の遺体を発見した。その意外を葬り、部隊はハリソン砦に戻って報告した。テイラー隊員は15名の動ける兵士と5名の健康な開拓者と共に予想される攻撃に対する備えをした。この20名のそれぞれに16発の銃弾が配給された。9月4日、パコイシー監修長の指揮するポタワトミ族、ストーンイーター州長のウィー族。 小ー,ー族、キカプー族、ミネベゴ族、総計600名の戦士集団がハリソン砦に接近した。キカプー族酋長のマート派の指揮する40名の部隊が急戦の旗の下に近づき、翌朝にテイラーと交渉を行うことを求めた。テイラーが同意し、インディアン部隊はその夜は宿営地に戻った。ハリソン砦の戦いを描いたイラストその夜、 インディアン戦士が忍び寄って小型シェルターに火をつけた。将兵がその放火部隊に発砲をすると600名のインディアン部隊が砦の西側を攻撃してきた。テイラーは砦の軍医と一握りの守備兵に火を消すよう命じた。そのシェルターは兵舎に付設されており、ウィスキーを貯蔵していたが間もなくそれに火がつき燃え上がった炎を抑えられなくなった。テイラーは その報告書の中で、事態は絶望的になっていたことを認めており、健全な者の,のうちの2名が逃亡した。テーラーは、決して降伏しない。と、砦内に宣言し、バケツリレー部隊を編成して、消火に当たり、砦の消火策が破壊される前に食い止めた。ジュリア・ランバートという女性が自ら砦の井戸の底に降りて、バケツをすぐに一杯にできるよう協力した。 その火事は夜の闇を照らし出して攻撃者をあらわにする効果があった。火事で外壁に幅20フィートの隙間が開いたので守備兵が高さ5フィートの強壁で一時的に塞いだ。他の数少ない守備兵がインディアンに激しく反撃の発砲をしていたので攻撃を食い止めることができた。傷病兵もすべて武装して防御に当たり健全なものは 鳥の壁に開いた穴の修復に当たった。鳥は9月5日の夜明けまでに修復された。インディアン部隊は銃の射程外まで後退し、鳥から見える範囲内にある農場の家畜を殺した。鳥内の守備兵と開拓者は火事のためにその食料の大半を失い、数ブッシェルのトウモロコシが残っているだけで植える可能性に直面した。 この方位の知らせがヴィンセンズに届いた。それは、イリノイ巡州知事のニニアン・エドワーズと合流するために、ウィリアム・ラッセル・大佐が、正規不評1個中隊とレンジャー1個中隊を、伴って、通り過ぎようとしている時だった。ラッセル・大佐の部隊は、地元民兵隊及び、第7不評連隊と合流し、ハリソン取りで救出に向かった。9月1日には1000名以上の部隊がヴィンセンズから、 到着した。インディアン部隊は、砦から離れた。しかし、翌日に、ラッセル部隊の後を追っていた、市長隊が、現在のサリバン軍で攻撃された。ハリソン砦救援軍の後を追っていたのが、第七不評連隊のフェアバンクス中尉が指揮する兵士13名の部隊であり、小麦粉や肉を積んで、荷車隊を護衛していた。9月13日。 この市長隊がナローズと呼ばれていた道の途中で、ポタワと民族戦士の部隊に待ち伏せされた。そこは、現在のインディアナ州フェアバンクスに近く、プレイリークリークの支流となる多くの谷があった。攻撃が始まった時に荷車を引いていた馬が驚き、荷車と共に逃亡した。魚車のジョン・ブラックと兵卒のエドワード・パーディーの二人のみが生きて、ノックストリデまで戻ることができたが、 パーデューは重傷を負っており、任務を外された。この二人にとって幸運だったのは、ポタワトミ族が逃げた荷車を負ったことだった。市長隊の兵士11名と物資のすべてが失われた。ポタワトミ族は、数名が戦死あるいは負傷した。最初の市長隊が出発してから2日後に、リチャードソン中尉の指揮する15名の兵士が、第二の市長隊を援護して、 ヴィンセンズを出発していた。この部隊も同じ道をたどり、第一部隊が遭遇したことについて知らなかった。ポタワトミ族は2番目の主張隊が接近していることを知ると同様な待ち伏せを行った。9月15日、最初に攻撃された後で、リチャードソンは劣勢にあることを認め、退却を命じた。荷車は放置されて略奪されるままとなったが、 それが交代する兵士の命を救った可能性がある。それでも兵士7名が殺され、重傷を負った者もいた。マクゲーリー少佐の指揮する大隊が数日後に死体を発見し、ハリソン砦に行って、この攻撃があったことをラッセル大佐に知らせた。重要なことはハリソン砦に半分植えた生存者がいることであり、そのための死張隊が失われたことだった。 ポタワトミ族の部隊はナローズを離れ、9月16日にはアイザック・ハットソンという開拓者の家を襲った。これは後にラモット・プレイリー虐殺と呼ばれることになった。ハットソンは逃亡できたが、その妻と4人の子供たちすべてが殺された。このハリソン・トリデの戦いはアメリカ軍の損失が大きかったが、トリデを守ったことで、米英戦争で、 アメリカ軍が初めて勝利した陸上での戦いと考えられている。その直後にアメリカ軍はウェイントリデを救出し、この戦争の残り期間ではインディアナ順州に対するインディアンからの脅威を取り去った。このハリソントリデへの攻撃と9月3日に起きたピジョンルースト虐殺への報復のためにラッセル大佐はインディアナレンジャーズと共にイリノイに進攻を続け、ピオーリア湖で キカプー族に対する遠征を率いた。ザカリー・テイラー隊員はハリソントリデでの功績によって、少佐への名誉昇進を果たした。ウィリアム・ハリソンとザカリー・テイラーの二人がハリソントリデの指揮を取ったことがあったので、インディアナ州の歴史家たちはこのトリデを、二人の大統領のトリデと呼ぶことになった。この戦闘が行われてから長い月日が経った後で、ある男性が木の幹に、 フェアバンクス中尉の刀傷を見つけた。それは、インディアナ州博物館に寄贈された。1908年、インディアナ州アメリカ独立戦争の息子たち協会が、ハリソントリデの後を国定歴史公園に指定しようと、した。ハリソントリデ法一戦に参加していた第七、不評連隊について、その後継であるとする部隊が、現在のアメリカ陸軍に2部隊ある。ありがとうございます。